小川隆は日本の俳優である。本名、小川義輝。戦後の一時期、大川健とも名乗った。1891年10月21日、東京府東京市日本橋区馬露町に生まれる。獣医学校に進学、同学を卒業したが、琵琶の教師になる。島村宝月による芸術演劇学校に入学。宝月らが1913年に設立した。 第一次芸術座に入団して創立メンバーとなり、同年、帝国劇場で上演された、サロメで、初舞台を踏んだ。1917年に、同劇団を脱退した、沢田昭次郎らが結成した、新国劇、中田正三の、新生劇を経て、自らの名を冠した、小川隆一座を結成した。その後も、赤石牛尾の一座、 伊川八郎らの新調座といった劇団を転々としたという。新たに国劇第一戦座を主催1929年に日活と提携する。この時期に前後して6歳年下の新劇俳優、時は美佐子と結婚しており、妻の時ははその前年、先に日活渦正撮影所に入社していた。同年3月25日に公開されたサイレント映画、 雲井達夫に主演して映画界にデビューした。この時に小川の国劇第一戦座から日活に入社した俳優に小林茂雄がいる。1930年2月7日に公開された貝殻一平第一編に始まる四部作で主演。同年3月28日に公開された高瀬船。1931年1月30日に公開された 本愛五十両に主演したほか、多くの作品に主演、大作では脇に回って講演した。1933年からはフリーランスとなった。1936年2月18日付の京都日出新聞では、剣劇と映画で活躍した小川隆が廃業し、大阪で電気マッサージ、太陽灯治療所を開設と報じられている。 1934年から1939年の時期には映画への出演記録は見当たらない。1940年以降、フリーランスとして日活京都撮影所の陶器作品に出演し、脇を固めた。1942年1月10日、戦時統制により、日活の制作部門が新興キネマなどと合併して、大映画設立された後も、引き続いて、 日活京都撮影所改め大英京都撮影所の映画に出演した。第二次世界大戦終結後は大英京都撮影所の所属俳優となった。1949年に一時的に及川県と改名したが、後に元に戻している。妻の時は,は1951年に引退したが、小川は六62歳になった1953年11月12日に、 公開された馬剣で太鼓秀吉を演じ、1954年3月3日に公開された番長皿屋敷を聞くと張馬に青山佐根将軍の役で出演したのを最後に引退した。晩年は司会の資格を取得し、京都府京都市右京区渦正大屋部長にあった大英京都撮影所の同庁内で司会委員を開業していたという。1959年9月、 妻の時は美佐子を病気によって亡くした。その後、時期は不明であるが、日本映画俳優全集、男優編が発行された1979年10月23日の時点では、すでに死去したものとされている。没年不詳。すべてクレジットは、出演である。公開日の右側には役名、及び、東京国立近代美術館、フィルムセンター、 松田映画社所蔵などの上映用プリントの現存状況についても記す。同センターなどに所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によってタイトルの異なるものは併記した。すべて制作は、日活渦政撮影所。配給は、日活、すべてサイレント映画である。すべて制作は、 日活京都撮影所、配給は日活以降すべて陶器である。特筆以外すべて制作は大英京都撮影所、特筆以外すべて配給は大英である。ありがとうございます。